かお助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義時対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲さりて空は晴れ、対馬は子供の中にけり。その後重則隠れすぎていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。王子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。Thank you.
蹄爪の跡を急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。加減はせんぞ。タタエルクタシチありません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか蒙古と。はい、ですが言い争いは。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は蒙古にも伝わっておる。古賀は法師の語りと比べたのか。
試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのケダモノを倒してください。白い葉の木を見つけねば。お侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神の御加護を再び求めて民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。御符もそこで得られることでしょう。ここへ。よし、いい子だ。
古賀はここの葉を集めたのか。相手だ。発射要求。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。フィッシュ、アラフィワイン、フォラリチェック。どうしよう。
これ以上は何も知らないんだ。本日の主張は準備密集。何が望みだ。おいたちの声。誉れなき兵具だが。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。ここです。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は。祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。させるわけにはいかない。
動くな。無事か。安全な地へ逃げろ。安全な地？アザモと筒を隔てる川沿いの野営にいたんだがね、猛虎に周りの木を切られてしまったよ。兵器でも作るんだろうな。その地に赴き企みを止めねばならんな。誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。俺はここだ。
れが試合場に違いない。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな、足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め、昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に試練一戦を授かったぞ。その身で受けよう。何も学んでおらぬようだな。早い。志村から何も学んでおらぬようだな。随分とのろまだな。それは違う。その場で見極めておる。志村から何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。おい、随分とのろまだな。それは違う。この場で見つけ。つかめた。技のみでは俺には勝てぬ。ここで死すべき方ではなかった。
対馬を守るためにのみ試練一線を使うとお主に誓おう。